ここでドリーム3、まず最初のライダー佐々木俊、よーいスタート。さあ盛り上がっていきましょう。佐々木俊、さあ最近ずっとお気に入りだった2000年ぐらいのモデルのアシュラから同じ色だけど、ああやっちゃった。さあこのネタでこの男何回粘るのか。さあそうこうしてる間に、さあ多分20秒ぐらい経過。さあこのルーティンは確実に見たい。さあ佐々木さん落ち着いて、落ち着いてラウンドから、さあバースピンを入れた。さあ佐々木俊がここで決めた。さあまだ足がついてない、メイク。さあ室井さんとともに滝沢君が登場。デデンデンデデンデンデンデデン。さあ膝を打たないようにステムには何かが巻かれている。滝沢勇気落ち着いてサイドスケーカーから流して綺麗に戻って、やるときやる男。さあこのまんまフルメイクで行っちゃうのか。さあその靴を買い替えてから試し乗りをしたのか、それは誰にもわからない。さあお箱のガードヤードかグライドに入って安定している。さあ落ち着いて、バレでそっから耐えて戻ったり、水たまりで一つ一つ動作してしまいそうな、こんな時間帯でお兄ちゃんは耐えまくり、耐え渡って飛んじゃってメイク。さあ KI がここで本気の音は止まったが、本気ライディングを、さあスタッフするサクサクという音がとても心地よい。 KI がここで決めるぜ、行くぜメイク。オリジナルを見つけることができるのか、いかんかと。さあしっとりのこの男見せる。さあ切り返して前蹴りで戻ってメイク。そのまま相手を送ってください。良さそうなってライディング。テクストライダーさあここで大技が出るのか、大技いっぱい一発出しちゃうのか、そっから戻ってブレーク。ブレーキがついていない、ブレーキがなくてとても軽いブレーキで、さあとっても軽量な戦車を操って、兄貴が後ろで逆に持ち替えて、さあ軽量が耐えた。さあさあ4連単機がそっからまだ空気が引き出して行くぜ、出るぜ、行くぜ、戻って、こんな男気が高いのに拍手。さあブレーキが消えたら関係ない。さあノーブレーキでももうバリバリと疲れた高い人の、さあこのまま前だ、ブレーキが切れてなんで。さあ兄貴ラスト、このボリューム3ラストトリックを決めてやってください。兄貴がさあ臨して、さあ繋がっていくぞ。さあハーフバッカーのグライドに入った安定しているこの男、さすが。さあ繋いで踏み出して、足がついていない、これで戻ったら、さあさすが鬼塚タイガーを、鬼塚タイガーで耐えて耐えて、さあもう一番いいですよ、渡して。さあさあ渡ったか。それでは高々と発表してもらいましょう。せーのドン、優勝は米津新井貴弘さんでした。おめでとうございます。